一流の大人から学ぶ町中華のたしなみ。昭和から地元に根付く大衆食堂、その名店に潜入。たしなみストア、町中華を愛してやまないホフディラン小宮山雄飛。超美味しい。昭和感漂うレトロな味、愛され続けるその魅力に迫ります。いつもの味なんだけど和食とは違う刺激も味わえる、別格ですね。日本で独自に進化した町中華に本場中国人は、超美味しい。さらに四川料理の本格町中華も登場。奥深き辛味の世界とは。うまそう。うわうまっ。うわこれ止まんない。バカリズムの大人のたしなみズム、2月18日木曜夜9時。